向上性性もも面白いっすよね向上性もね体液とかねまあ多分おそらくだけどまあもちろんね海の、うん、全くの海水と体液はねあの成分は違うけどだけどおそらく自分の細胞の周りにねあなんていうか適切な環境をこう保つためにこう海にね、まあ、近いまあ全く同じではないけど、まあ、海水に近いような、まあ、成分の体液をおたちは獲得したわけだね多細胞生物のとなった我々は。 基本的にあの恒常性ってあの人体を扱ってますけどねあのいろんな生物のそれぞれの恒常性がありますけど基本的に人体を扱ってますでいろんな血球がいてさ働く細胞なんかではさ何あの白血球くんと何赤,血球赤血球ちゃんが主人公だよねでもあれね例えば赤血球とかねあもうあのなんていうの生命活動ねつまり核,あの核を捨て,捨ててるじゃないですかで基本的にミトコンドリアとか、まあ、いろんな細胞小器官捨てて、まあ、酸素運搬装置なわけだよねあの赤血球ちゃんはね俺もっとねなんていうか なんていうのえっと生き生きと描か,描かない方がいいと思うんだよね赤血球ってねあんまりね生き生きとした細胞ではないんでね白血球は確かにね生き生きとした細胞なんですよもうね動き回ったりねあのなんだね動き回ったりいろんなタンパク質を生産してばらまいたりね白血球は確かにねあもう生き生きとしてるんだけどね赤血球ってなんかもうねなんだろうだヘモグロビンと酸素の結合ってもうただのなんていうか科学的な反応って言ったら申し訳ないけど そんなに複雑な生命現象じゃなくて単純にあのなんていうか、えっと、酸素とヘモグロビンが化学,化学結合でたださってつながるだけだから運んでるっていうかただくっついてみたいなであのえっと場所によってえっと場所によってヘモグロビン分子がその環境の影響を受けてまあ酸素と乖離してで酸素を何えっとその呼吸の活発な組織なそ組織に与えているっていうだ赤血球ってねなんか 白血球はねあの豊かな,、えー、となんていうか豊かな生命活動をするけどあと白血球あ,あとこう何あの働く細胞の主人公はあれ高中球なんかね高中球なんかすぐ死んじゃうからねなんかあんまり主人公としてふさわしくないような気がするけど、ね、あの記憶細胞にならないとね白血球で長生きできないから赤血球も寿命があるからなだからちょっとあの 白血,球ね、あの白血球くんと赤血球ちゃんの恋愛は結構悲劇的な恋愛だよね。あの悲劇的な恋愛だ,、ね、恋愛だって、赤血球の寿命って大体120日ぐらいでしょ。なんかなんんかかていうかで白血球ってさ、リンパ球は好、えっと、中球なんかはすぐ死んじゃうけどさ。まあ 一部のリンパ球がつまり B 細胞とか T 細胞の一部が記憶細胞になれば白血球は長生きできるけどねあの下手すりゃ何十年ってね長生きできるけどでも赤血球はすぐ壊れちゃうからなだからあの2人は結ばれないって結構悲劇的な運命だよな,なんか本当に感動ですねまあ恋愛関係になってるのかどうかちょっと僕はわかんないですけどあの働く細胞の血球たちが血小板なんかな細胞の切れ端だからな、まあ、あれも核なんか持ってないけどね とかねあとなんだ免疫も面白いよねもう本当に分かってないこといっぱいいるからね免疫ってね遺伝子の再編成とかなすごいっすよね MHC、e、とかね MHC、e、って大体だけどあれこの進化的な MHC、e、の起源についてまだよく分かってないけど大体ね顎を持つあたりから MHC、e、の分子って進化してきたんですよあの 顎を持ち出したぐらいから突如として現れ,て現れたんですよでおそらくだけど生き物が顎を持ったらいろんなものをガンガン食えるようになるじゃん。でガンガン食えるようになるとえっとえっとふさわし体の中に入ってほしくないものまで食べ物と一緒に体の中に入ってきちゃうじゃん。それをなんとか排除する仕組みが必要だ,と思必要だから MHC っていう分子がえー、っとえーえー、なんだ MHC 分子 MHC が進化していったらしいって言われてるけどまあよく分かってませんその MHC の。 進化的な起源はあさ,っさっきちょっと言った遺伝子の再編成もすごく面白いよね遺伝子の再編成も面白いあの生物基礎でさ全ての細胞はあの同じゲノムを持つって習うけどさでも B 細胞だけは違うんだよね自分の DNA 切り刻んでさ自分独自のゲノム作ってんだよね面白い DNA を切断してもうつなぎ替えちゃうっていうすげえことやってるんですよねあの B 細胞の DNA ねすごいことやってる あまあ、まあいろんなねあの医療行為もねよく勉強してくださいこれ全て大切なことだからねジェンナーとかなやばいよなあの初めてワクチン打ったその勇気たるいや半端じゃないけどワクチンってだって初めのワクチンって病原体打ってるわけだからね何ていうかすげえことやったよなって感じだよね今考えればねまあそれは人類の何ていうか えと偉大な一歩だっただろうけどここに、ね、あのそうだねあとあれねあのリゾチームの発見とかねあのペンシリンの発見とかねねあの,そう,あのそういうなんていうかい偉大な発見がいくつもあって我々のねあの人類のねあの平均寿命がこんだけあの、上がったわけですよね。フレミングさんなんななていううのはもう全然ズボラな人で 失敗したたシャーレをっといんだよねそしたら失敗したシャーレをほっ,、ね、っといたらあれみたいな,なんかこのカビの周りに、ね、あの細菌が増えてないぞみたいな,これなんかカビがなんか出してんじゃねみたいなでペニシリンが発見されたりとか、ね、あのす,げことすごいことペニシリンの発見で人類の寿命がピョンと上がったからねすごいっすよね免疫もすごく分かってないこといっぱいあります、ね、免疫記憶細胞がもう どんだけ作られてどんだけ生き延びてどこにいるのかとかもまだ正確に分かってないくらい全然分かってないこといっぱいあるんですよね。とかねまあいろんな臓器も勉強してほしいですよね肝臓腎臓とかねお酒飲んで風邪薬飲んじゃいけないね肝臓がなんていうかお,お薬だって人体にとってみたら異物だからねあの肝臓が疲れちゃうんでね風邪薬あまあみんなお酒飲まないか、ね、風邪薬とお酒って一緒に飲んじゃいけないんですよ。 なんていうか、えっと、お,医者お医者さんはお薬がどんだけ人体で分解されるのかまで計算してお薬の量を決めてるんで一緒にアルコールなんか摂取しちゃうとその薬の、えっと、分解速度が落ちるんであの副作用出ちゃうんですよね副作用が出るかもしれないんですよね内分泌系も面白いよな俺たち多細,胞多細胞生物だからさ多細胞生物って超便利なわけあのもうえっと特化してるから細胞が君は神経細胞とか 君は筋肉の細胞とか分業してるから分化してるから分化してるんで細胞が分化してるんですげえいろんなことできるんだけどでも問題は細胞間細胞間でのコミュニケーションが問題なわけだ多細胞生物ってそれが単細胞生物にはない悩みでその細胞間コミュニケーションの一つがホルモンだよねあの遠くの細胞にあの情報を伝えることができるホルモンだねあとはまあえっとホルモンはねあの持続的に働くけどえっと効果がえっとゆっくり例えば自律神経なんかは いいあの一時的にしか働かないけどすげえ素早く命令を送れるその自律神経とホルモンを組み合わせて、ね、あのたくさんいるまさにフィルヒョウが言ったような細胞,国家の細胞国家の中でいろんな情報伝達が行われているとすごく面白い、まあ、しっかり勉強してくださいね人の健康に関することなんでね向上性はねしっかり勉強してください刺激と反応も面白いよな刺激と反応も面白いですよねあの 脳とかね、俺たちなんか脳って言うと大脳しか大脳しか,なんか、ね、イメージがないけど、実はめちゃめちゃ重大な部位、脳には大脳のほかにいっぱいあるんだよね。そこが面白い。ポアローが、ポアローって知ってるあの、名探偵ポアローがハイルロ脳細胞とか言ってるのはね、脳の開発者のことだよね。脳も面白い。なんでさ、ニューロンとかってさ、俺、本当に尊敬するんですよ。めちゃめちゃ難しいんですよ。ニューロンの電位変化とか、計算が。あれ、研究してる方々、本当に尊敬します。めちゃくちゃ難しい。 でもさ、ニューロンってさ、あの、イオンの移動、電位の、えっと、膜の付近のさ、膜電位の変化がさ、えっと、その情報伝達の肝なわけじゃん。肝なわけじゃん。で、神経伝達物質による伝達とかさ、それが俺たちの心だって言われても、なんかピンとこないよね。そこもすごくなんか、神秘的だよね。面白い。スマホとかさ、電子が動いてるけどさ、なんで電子が動いてるのにさ、スマホは心を持たないんだろうね。なんで僕たちの神経細胞の、えっと、膜周辺のイオンの移動が、我々の心をね、 もちろん細胞細胞間のコミュニケーションが一番の心の本質なんだろうけどなんでそれが心を持つことに繋がるんだろうねそこがすごく面白いよね面白い植物だってねなんかねえっとでマクデインの変化あるんだよ植物も心があるのかね僕らと同じようなどうなんだろうかすごく面白いねあの植物の植物の刺激と反応も面白いよねいろんななんだえっとこう なんだえっと、いろんな、ね、あの光受容体とかねあのいろんな受容体があって刺激を受容してでいろんな生命活動を起こしているっていう植物も植物で面白いフォトトロピンとかねフォトトロピンのトロップってあのトロポニンと同じ、えっと、曲がるって意味だよねフォトトロピンねあの何光屈性に関係する光受容体ねあとクリプトクロムね隠れたって意味で全然見つからなかったねクリプトクロムとかねフィトクロムは有名だねフィトクロムえっと 2つ,のタイプが2つのタイプがあって、赤色光吸収型と塩赤色光,赤色光吸収型があって、えっと、それぞれの、えっと、型を行き来している光状態、ょトク一モもすごくおもしろい光りじょうとです。関係ないけど、赤色光吸収型って赤色,光赤色光を吸収する型だからね赤色、赤色光を浴びたら赤色光吸収型になるんじゃないよ。 赤色光吸収型は赤色光を浴びて反応できる方って意味ね。ごめんね雑談と言いながらちょっと入試っぽいこと言ってしまいました。まあいろんなねあの刺激と反応すごく面白いです筋肉の滑り説も面白いよなでもねあれ滑り説って説ってついてんじゃんあれ確定してないんだよ面白いでしょ確定してないのあの滑り説なのあくまでも説まだ説なのねすごく面白いまだ俺たちなんで人間が動けるのか確定してないっていうね面白い。 いつからねあのアクチンフィラメントとミオシンフィラメントのねあのつながりと進化的な起源が進化的な起源面白いよねこの偶然がまあ偶然ではないだろうねあのアメーバ運動あのアメーバの加速伸ばす運動もあれアクチンフィラメントのアクチンフィラメントによるよねあのアメーバの運動ねアメーバ運動加速を伸ばす運動ね、えー、加速を伸ばしながら移動するアメーバ運動ってねあれが俺たちの筋肉の起源なんかね面白いっすねみたいなねあの刺激と反応とかえっと恒常性とかの話でした